は10時37分回りました。スパイススクーピーのコーナーです。今日のキャスタードライバー太田あかりです。あかりん、はい、今日はですね、藤枝市にあるワインと料理で世界旅行に行けちゃうお店、ワイン好きにやってきました。はい、店主の村松昌司さんにお話伺っていきます。村松さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。店内はですね、 J2 藤枝前 FC を応援していらっしゃるということで、ユニフォームが飾ってあったり、あとはワインがね、ワインがたくさんあるお店ということで、ワインセラーがあったり、木のぬくもりを感じる店内となっております。ワインと料理で世界旅行に行けるお店ということですが、村松さん、どんなお店になりますか？はい、当店はコストパフォーマンスに優れた世界各国のワインとそれにマッチする料理やおつまみが楽しめるワインバルです。でフランス、イタリア、ヨーロッパのワインがあったり、南米、オーストラリア、ニュージーランドもワインがあるんですよね。そうですね、はい、はい、そして村松さん、実は日本バーベキュー協会のインストラクターとしても活動されているんですよね。あら、バーベキュー協会そうなんです。はい、バーベキュー協会のメンバーとして、出張バーベキューのプロデュースや調理、バーベキューインストラクターの検定のサポートなどの活動を行っています。そんな村松さんが作るワイン好きの一押しメニューが、スペアリブなんです。美味しいに決まっとるやつやそうなんですちょっと小声で決めてみました。で、目の前にあるんですけれども、長さがだいたい50センチぐらい、で横幅が15センチぐらいです。ごい長い細いスペアリブ、めっちゃいい香りするんですよ。そうなんです。これどんなスペアリブですか？はい、このスペアリブは煮ない、茹でない、蒸さないが特徴の本場アメリカ流のスペアリブで、炭火だけで約4時間かけて旨味を凝縮させ、同時に乾燥させたブドウの枝でスモークをしています。うわ、最高ですね。最高ですね。ありがとうございます。私、ご用意していただきました。で、今一人前になってますね。で、骨付きで、そのまま手でいっちゃいます。いただきます。美味しいわ。ねえ、美味しそう。言葉になってない。美味しいですね。ありがとうございます。あのお肉すっごい柔らかいですし、やっぱり4時間スモークしてるから香ばしさがもう半端じゃないですね。そうですね、炭火ならではだと思います。これね、村松さん、あの、まあ、燻製だと桜だとか、まあ、リンゴなんかはあったりしますけどね、奈良材だとか、はい、ブドウの木っていうのは非常に珍しいんだけど、はい、確かに聞いたことのことです。ですね、フランスなどのワイン産地ではですね、冬に剪定したブドウの枝を乾かして、バーベキューに使ったりしてます。ああ、それブドウチップ使うんですね、燻製にね。はい、こちらですね、お持ち帰りも可能なんですよね。はい、そうなんですよ。1キロの塊で3500円で、2日前の予約からお持ち帰りが可能ということなんですよ。堀さん、鉄崎さん、食べたくなりました？いや、それ食べたい。や、今ね、ちょっと写真見てるんですよ、写真を。ワイン好きさんの。いや、何これ、もうめっちゃ美味しそうやん、この肉。めちゃくちゃいい焼き色の。なあ、何これ。じゃあ、お二人、あの、ちょっとお願いがあって。何ですか？可愛い声で、二人で揃えて、スペアリブ食べたいってちょっと言ってもらってもいいですか？はい、いきます。可愛い声で。可愛い声で。はい、いきますよ。はい、せーの。スペアリブ食べたい。あら不思議。スタジオの方からスペアリブが。いや、マジで。ひゃい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 。いや、嬉しい。いや、ちょマジで嬉しい嬉しい。魔法をかけましたね。行ってみ、天才なんですか。行ってみるもんやな。本当ですね。毎週やりましょう、これ。毎週やろう、これ。スモークの、本当だ、スモークの香り、スモークの香りします、やっぱりね。うんうん、よし、じゃあ早速お肉かぶりつけます。いただきます。どうぞ召し上げてください。はい、いただきます。いや、うんま、これ、うんま、柔らかい、やばこれ村松さん、こんなに肉って柔らかくなるもんなんですか？そうですね、これはですね、ロー&スローという調理法で、低い温度でですね、長時間炭火で焼く調理法ですね。柔
美味しいですよね、うん、私も中継しながら食べてますもん、ずっと。なんかこう、うん、骨から身がスッと剥がれるじゃないですか、うんうん、そうですね、それ骨が抜けるのが、うん、あの上手な焼き上がりってことになってます、なるほどな、なんかこう食べにくいイメージ勝手にあったんですけど、うん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 、そんなことないです、美味しいし、で折れますけどおしぼりちゃんと置いてあるし、順番さんですね、それはこちらの話、うん、よかったよかった、うん、いやこちら改めてですけれどもテイクアウトをやっておりますので、うん、2日前の予約ワイン好きでぜひ検索をしてみてください。ちょっと場所を詳しく教えてください。はい、場所を教えていただけますか。はい、藤枝のですね駅南の、田沼街道から1本、駅寄りに入ったところになります。うん、うん、はい、こちらはですね、うん、村松さんボルドー大学のワイン講座の資格も持ってらっしゃるということで、うん、ワインもおすすめ、スペアリブに合うおすすめなんかもきっと教えていただけますよ、うん、ぜひ皆さんお越しください。営業時間はですね午後5時30分から深夜の2時まで営業してまして、水曜日定休日となっております。今日はですね店主の村松さんに伺いました。ありがとうござ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 いました。美味しいお料理ありがとうございます。本当ですね、これワイン飲みながら食べたら最高でしょ。たまらん。いやもうもちろんこれね、どんなお酒にも合うわこれな、ね、っていうかビールも行きたいし、うん、先週あのハンバーグの中継あったじゃないですか、うん、あれで私たちハンバーグ口だハンバーグ口だっていう話してたら、うんうん、10時台で上がった島貫さんが私たちをタグ付けしてハンバーグ食べてる写真ストーリー載せてて、今日今週はスペアリブの写真が上がるのかしらとか思ってたんですけど、私たちが先にいただいちゃいましたね。これちょっと嬉しい。これ俺ここ藤枝のこの店行こう今度、うん、行きたいですね、うん、藤枝市のワイン好きさんというお店でございました。今日のスパイスクーピアおたかりでした。